伝宗天の源流はおよそ100年前に遡ります。1920年に繊維機械航空機事業を柱に川西機械製作所を設立。航空機事業に関連して真空管通信機の国産化を図りました。そして終戦後1946年に真空管の商標を天と制定しました。天とは中国古典中庸の一節にある、誠は天の道なり、これを誠にするは人の道なりから引用したもので、そこには商売は誠実に、商品は思考無常のものを作ろうという思いが込められています。この思いは時代を超えて現代へと受け継がれ、企業理念として息づいています。戦後川西機械製作所は分離解散され、真空管や繊維機械、精密機械を主軸とした神戸工業が誕生。初代クラウンにオートラジオを納入し、自動車事業の礎を築きました。そして今から50年前の1972年10月25日、富士通天株式会社が設立されました。すでに業界に確固たる地位を築いていましたが、さらにクリーンで安全な車に必要なモートロニクス部門への進出を目指し、トヨタ自動車、日本電装の資本参加を経て、ますます自動車産業には欠かせない企業へと急成長していったのです。しかし1995年阪神・淡路大震災により、従業員やその家族、工場なども被災。本社工場が4日間の操業停止になりました。何としてもラインを止めるなと従業員や関係会社が結束。当時の社長は毎日社員に対して激励のメッセージを発信し、多くの人に支援をいただきながら復興に力を尽くしました。その後もリーマンショック、東日本大震災、タイの洪水など幾多の困難に見舞われるも、数多くの世界初、業界初を生み出すなど、時代の最先端を追い求める企業としてその地位を高めていったのです。どんな困難な中においても結果を出す天のものづくりには、一貫してある DNA が宿っています。社会産業への貢献を信条に、お客様に寄り添い真面目に取り組む誠の精神と、時代の潮流をつかみ新しいことに挑戦する新種の気象こそ、脈々と受け継がれてきた当社の DNA であり、未来へとつなげていく DNA なのです。さらにその DNA は日本国内にとどまらず、1975年に1拠点だった海外拠点は2022年では17拠点まで増え、各拠点のお客様と共に実績を積み重ねています。2017年に資本構成の変更により、デンソーグループの一員となり、社名をデンソー天へと変更。全社一丸となって構造改革を進め、企業体質を一層強化しています。自動車業界が100年に一度の大変革期を迎える中、ケース、マースといった新たな領域で業種を超えて様々なプレイヤーが参入してきており、競争はますます激化しています。デンソー天はこの時代を勝ち抜くため、2020年に次の10年の方針を明文化したビジョン2030を策定しました。移動に自由を、人に笑顔をキャッチコピーに、従来のカーエレクトロニクスメーカーという立ち位置にとどまらず、
誰もが快適と自由を感じられる笑顔あふれるモビリティ社会の実現に向け、移動の価値を創造し続けるモビリティソリューションパートナーを目指します。人と地球に優しい製品で車の魅力を高める、車の価値向上と人々の生活を豊かにする生活の価値向上の2つのテーマを主軸に置いています。車の価値向上としては、当社のコアである HMI コネクティッド E モビリティ技術の進化発展、電動化や自動運転が普及拡大する中で、次世代のコックピット開発ではディスプレイオーディオなど、当社の強みである HMI 技術の機能をさらに進化させた車載機器を提供。独自の信号処理技術で驚きと感動の音空間を提供する新世代サウンドシステムの開発、エンジン制御 ECU やバッテリーマネジメント ECU といった車両統合制御技術を活用した基幹製品を提供。車の魅力でドライバーの安心快適の最大化に貢献します。生活の価値向上では、コネクティッドサービスや MaaS の領域ですでに世の中に提供しているサービスに加え、さまざまな実証実験を通じてさらなる価値向上への取り組みを行っています。例えばドライブレコーダーのデータ解析による安全運転指導や、事故発生時の迅速な救援支援サービス、ラストワンマイルの課題を解決する小型 e モビリティの制御技術と、そのデータの集約分析による便利で快適な移動を実現し、人々の優しく温かな暮らしに貢献。また人流分析を活用し、混雑緩和や回遊性向上とモビリティ連携を進め、安心快適なモビリティ社会の実現に努めていきます。さらに先進技術として、ドライブレコーダーなどの車載組み込み機器上でリアルタイムに動作するエッジ AI 画像認識技術の開発、生体センサーによって人の感情を可視化し、運転中のドライバーの感情と交通、天気、周囲の状況などクラウドサーバーに蓄積されているさまざまな情報を組み合わせ、ドライバーの安心・安全な運転に貢献するサービスが提供できるようになります。これら先進的な開発を進めるため、イノベーションを生み出すような働きやすい競争空間となる環境の整備も進めています。これからもデンソーとの連携をさらに深め、当社の強みであるスピード感と機動力を生かした製品開発を進め、ビジョン2030を達成し、安心安全な社会の実現に貢献します。創立50周年までの全ての歩みに感謝を込めて、そしてこの歩みは未来へと続いていきます。